久保さん、今回ね、DMW のサービスにしましょうか、DMW のサービス。あの、メールが来まして、で、開いたら、<laughs> びっくりして <laughs>。あの、今、BMW って、あの個別動画を撮って送ってるっぽいんですよ。で、まあ、あの納車の準備できましたと。 で外観、こんな感じです。こんな感じです。こんな感じです。あのー、納車させていただきます。今から離婚します。みたいな。まあ、コマ5分ぐらいだったんですけども、<laughs> 動画送られてきましたよ。いや、僕ね、まあ、久保さんから送られてくることはある、まあ、毎日送られてきますけども、まあ、お客さんから送られてくることはもうね、確率的に言うと低いじゃないですか、正直。 いやこれね、やっぱね、まあ、久保さんも僕も送ってる側ですけど、圧倒的に。いや、この BMW、結構でかい会社じゃないですか。でかい会社がこんな、なんか、吉谷拓郎様へみたいな <laughs>、あの、吉谷拓郎様の、あの、最上級のサービスをこで提供できるように心がけております。 えー、感謝の気持ちを込めて、吉谷様のためにビデオを撮影しました。短い動画ですので、ぜひこちらからご覧ください、つって、今後ともよろしくお願いします、<laughs> みたいな感じで。<laughs> まあ今回、まあ営業担当した人があの撮影してたんですけど、まあ、iPhone で、多分スマホで撮ってますね。まあ、反射して見えたんですけど、た分これし、でその動画が YouTube じゃないんですよ。で、多分その BMW がこの仕組みを作ったんだと思います。 で、その <laughs>、リンクたどると、リンクに、えー、っと、ページがあって、BMW のそのページがあって、で、車両、えー、納車の準備ができました、担当者、丸〇、メールアドレス、電話番号、えー、住所って書いてあって、で、動画が貼り付けられてるんですよ。で、こ <laughs> こ,こに対して、ビデオについてメッセージを送るっていう機能もあって、あの、すごいっすよ、これ。これちょっと <laughs>、久保さんにお見せしますよ、<laughs> 今度。 これすごいっすね。いや、これはね、いや、まあわかんないですよ。トヨタもやってんのかわかんないですけど、ちょっとびっくりしましたね。結構まあね、BMW って大きい会社じゃないですか。ね、小さい会社ではないですよね。うん。で、この大きい会社がこんなことやってんのかっつって、いやー、すごいですね、やっぱ。うーん。こう日本の企業やってるのかわかんないっすけど、これ、すごいっすよ。これは、 うーん僕ちょっとね感動しましたねこれはうんなんかこの大企業がこんなことを一人一人にやってんだみたいなうんだ逆になんかやっぱりそのなんだまあ僕個別動画ずっと <laughs> 送り続けてますけどやっぱその受け取った人の気持ちって大したやっぱあんまりわかんないんでうんこれはね久保さんお見せします すごいです。うん。いや、大企業もやってんだから、これはね、個人僕たちやんないとダメだなっていう、あの、なんか、すごく気が引き締まる思いですね、うん。気が引き締まる思いです。これからも頑張ります。はい。そう2月、またちょっと久保さんにご連絡しますけど、多分その、まあ、久保さんと寄れるのが、 まあ2月になっちゃうとは思うんですけども、はい、<coughs> <coughs> またあの詳しく日程が決まりそうだったらまたちょっとご連絡させていただきます、はい、では